どうもファニーでーす。今日は将棋実況やっていきましょうということで、私方2段で4号角戦法が得意な方ということでございますね。よろしくお願いいたします。ということで、こちらは飛車先をずんずんついていきますね。こちらは四間飛車に、していきたいと思います。最近ですね、ちょっと悩みがありまして、というのはですね、このファニーの将棋実況チャンネル、この方向性で合ってるのかという悩みでございまして、というのもコメントくれる方とかね、すごいいつもありがとうございます。見ていただいて、でコメントくれる方はすごく応援してくれたり、あとは高評価低評価ねあると思うんですけども、それ以外のね、こう静かに見ていただいている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、僕もね、普段動画見るときは特にこう高評価低評価つけたりコメントしたりしない派なんですよね。なんでそういう方が大多数、例えば8割ぐらいいるのかな、多分いらっしゃると思うんですけども、そういう方が僕の動画を見て満足していただいているのかなっていうところが、ちょっと正直ね、最近ちょっとどうなのかなっていう不安になっておりまして、もしよければなんですけれども、まあコメントするの大変だと思うので、まあ評価高評価低評価とかね、できればコメントでこの方向性で合ってますよとかね、こういう動画見たいですとかおっしゃっていただけると、あ、いつもね黙って見てくれてる方も、あ、面白くね、楽しく見ていただいてるんだなっていうふうに思えるので、もしよかったらそういったコメントや、反応をねお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、将棋が中盤になってきたので、将棋の話をしたいと思います。角がね、お相手の方反対側にね、3手角ですか、4手角ですね。でこれを銀をぶつけて、お、取らなかったということは、こちら一回取って、この歩の拠点を生かして銀をぶち込んでいこうと思ったんですが、横に避けられたんなら、そしたらじゃあこの6、3の地点に銀を打てば角の頭になれるのと金が取れると。これ金逃げたら角の頭になるのが結構辛い、相手の角ねいじめて飛車先突破を狙えるので、いかがでしょうか。うん、どうやって受けるんでしょうかね。銀でつなぐぐらいですかね、そこに打つ。なるほど、どちらもね両成りを防ぐということですね。これには飛車をね切るのもちょっと早すぎると思うので、これは、一回金取って、5、3にもう一回金を打てば、いいんじゃないかなと思います。ね、ここで、5、3に金を打てば、また銀を守らなきゃいけないので、先手で攻めることができるということでございますね。これもまたどうせ、繋ぐぐらいしかないとは思うんですけれども、またそちらに打つと。これもまだね、飛車を切るには早いと思うので、ここの歩を突いたら、同銀とは取れないから、同歩と取っても香車取れるから、この手いいんじゃないでしょうか。うん、どっちもね、同歩と取ったら香車がスポーンって取れちゃうのと、同銀だと5、4の銀が取れてしまうので、まあ、どっちの裏の手もないとなると、困ってるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。あとはね、こちらは飛車と角がね、どのタイミングでさばけるか、相手の銀2枚でね、今抑え込まれてるような形になっているので、相手の角もね、今歩が2枚止まっているので角の利きが弱いと。銀引きですね。銀引きか、銀引きなら、同互角か。うん。で、この銀も、銀取っちゃうの味気しかな。でもまあ取っちゃって、もう一回上から銀をかぶせるぐらいしか、まあ毒手ね、それぐらいしか思いつかないので、ここで銀をかぶせて、あとは3、3の地点で、角切るのはね、どうなんだろう。まだちょっと早いんじゃないですか。いやでも行くべきなのかな。なんだろう。うん。で、次、桂馬も跳ねたいね。桂馬跳ねられれば、その3、3の地点がまた1枚駒が足されるので、それでいかがでしょう。金寄り。これも桂馬跳ねたら両取りがかかってしまうんじゃないでしょうか。桂馬打つかどうかも迷ったんですけど、これで金取って、同銀としたら3、3の地点が空きになっちゃうんで、角取ってくるんですけど、これで金銀と角の2枚買いなので、で、成桂が残ってると。これで優勢になったんじゃないですかね、一気に。うん。ただ、これはちょっともう間に合わないと見て、放置ですね。20秒。銀ベタッと歩で繋いで歩で受ける。なるほど、結構きついですね。そうなってくると3、3の地点が弱いと見て、そこに足していくと、1枚減らしていきたいですね。この金を攻めるっていうのはセオリーでございますので、どの金を攻めていきましょう。あとやばい、9秒しかない。8秒、やばい、時間ないんだ。そうだ、やばいやばいやばい、やべ、全然忘れてた。ちょっと飛車も切っちゃって、銀引っ掛けて、で角で、これも飛車取って王手して、やばい、5秒しかない、5秒しかない、ドドドドドド、シャ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 、で、斜めの駒、斜めの駒ない、持ってない、でも金打って、飛車がって、横に金打てば詰みじゃないですか、だって10秒、1秒しかない、これ間に合う、間に合う、間に合う、9打ち、おー、間に合ったぺー、間に合ったぺー、間に合ったーい、危なかったー、ちょっとびっくりした、8秒しかないの、全然見てなかったー、ふぅ、危ねー、危ねーよー、マジで、これで、よかったよー、詰ませられた、斜めの駒ないから詰まねえかと思ったー、ね、金2枚あったからね、うまく詰ませられたでございます、危なかったねー。まさかね、うん。0秒です、これ。0000。0が4つ並んでおります。
ほんで金打って押せられた詰みがあった。うん。ね、ここでね、角出てきて、まあ、銀引っ掛けて、まあ、飛車も切っちゃったんですけど、うん。ね、詰みができたということでございますね。この辺からね、もう終わりの方もね、時間なくなって、多分、これね、金引きとかの方が良かったんだろうけどね。で、ここもね、5五角と出てきて、これ単純に飛車逃げるぐらいでも良かったと思うんですけど、こうなって、こう、最後、詰みと。うん。ね、この87の地点に金を捨てたっていうのがでかいですね。うん。いやー、よかったよかった。ギリギリのところで詰みを見つけられてよかったでございます。ということで、皆さん、ね、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ファニーでございました。またねー。